東野交通、東野交通株式会社、東野交通は、かつて、栃木県宇都宮市、蒙古市、大田原市など、栃木県東部、北部を中心に、乗り合いバス、貸し切りバス、作動、ナスロープウェイ事業等を行っていた、日本の社である。2018年10月1日に、道のりホールディングス参加で、事業地域の多くが重なる。 関東自動車株式会社と経営統合を実施、関東自動車が存続会社となったため、東の交通は解散となった。栃木県宇都宮市の平室工業団地内に本社を置いていた、東の交通グループの中核企業であった。1968年、昭和43年までは鉄道事業を行っており、会社名も東の鉄道と称した。かつては、 東武グループであったが、東武系列のバス事業統括グループである、東武バスグループ、朝日バスグループのどちらにも属しておらず、東の交通グループ全体で、独自の CI ロゴ、口実を使いするなど、独立色が強かった。2016年、平成28年12月1日付で、東武鉄道保有分の株式が、道のりホールディングスに譲渡され、東武グループから離脱した。 東武宇都宮駅、東武宇都宮百貨店が入る宇都宮東武ビルは、全2社とともに、東の鉄道自動車駅を一体化する建物として、建設された経緯があるため、東武グループ離脱後も引き続き同ビル内の、宇都東武バスターミナルを占有し、宇都宮地区での起点としている。深夜色語は、園児職で、ニュー108となっている。これは、1980年、 昭和55年完成の東の大ンゴビル、ニュー108用に用意され、貸切バスは1990年、平成2年頃からとそれ以前に導入した車も、含めて、貼り付け、路線バスは2000年、平成12年以降に導入した車両やバス、停留所のポールに貼り付けられていたが、2016年、平成28年2月の創立100周年を機に、新土後が誕生し、 車両全部や側部及びバス停ポールは順次、深度後化された。ただし、車両や寝帳については、入108のままとなっている。関連会社に、自動車整備事業を行う東の整備などを有する。貸切バス事業、観光事業、旅行代理店を営んでいた、東の観光は2014年、平成26年1月、東の交通本体に吸収合併された。 また、芳賀地区で鉄道を運営する第三セクター毛岡鉄道に地元自治体と共に出資していた。2018年、平成30年10月1日付で、同じ道のりホールディングス参加で、東の交通と同じく、栃木県を中心に展開している関東自動車と経営統合を実施。東の交通は、関東自動車に九州合併され、東の交通は解散した。 経営統合後の東野交通の営業所及び車庫は基本的に東野を管している。鉄道事業に関するものは東野鉄道を、作動事業に関するものはナスロープウェイを参照のこと。宇都宮市街を中心に宇都宮市内の東部地区、県東部のモオ及び益子方面、宇都宮市東北部の岡本、宇治江方面、また宇治江から きつれ川や馬頭方面、さらに、西那須の駅から、大田原市東部方面、那須塩原駅及び、黒磯駅から、那須ロープウェイ方面、黒田原駅から、伊王の方面に路線を持つ。かつては県境を越えて、福島県や茨城県にも路線があったが、現在はすべて、栃木県内で完結している。関東自動車同様前乗り前振りで、中扉や後扉は、 締め切り状態になっている。ふとしもじ停留所は途中始発終着の設定がなされている停留所。東部グループ系では珍しく、貸し切り車を含めて三菱不走トラックバスの車両保有比率が高かったが、伊す津自動車や日野自動車の車両も導入されていた。1980年代中盤頃から、京阪バスや神奈川中央交通など各地の事業者から 多くのバスが移籍。1990年代後半には、東武鉄道の貸切バス削減で、多数の貸切車両が移籍した。2010年代になると、東武グループからの小型車両の移籍が目立ってきたが、2016年の東武グループ離脱後に、神奈川中央交通などの移籍車両が再登場している。黒磯営業所管轄の那須高原方面は観光路線であるため、 着席定員の多い定期観光タイプや自家用タイプの移籍者も目立ったが2000年代後半より宇都宮地区からワンステップバスの移動が相次ぎ東のグループ内での車両移籍の事例もあるカラーリングは長年赤と白だったが貸切バスは東部グループの貸切標準色登場後は同カラーで路線バスも2001年導入者より東部グループ貸切標準色を 2004年からは、東部グループ貸切標準色をベースに、グラデーション部分がオレンジ一色となった、東のグループ独自色が登場。赤とクリームの既存車両も一部が、東の独自カラーに塗り替えられた。ご当地ナンバーで、ナスナンバーが設定されてからは、黒磯営業所と本社営業所の高速バス用車両は、社名の語呂合わせである希望ナンバー108で登録されている。 一部の高速バス用車両には、ナスロープウェイのラッピング装飾が施されている。2016年、平成28年12月の東部グループ離脱後に、登場した路線車両は、以前の赤白カラーをもとにロゴなど一部変更したものになった。2017年、平成29年2月には、新車としては15年ぶりとなる大型路線バスを、復刻デザインで導入した。 2017年4月に、新デザインの貸切バス新車2台を導入。グループのヤシオ観光バスと、ナス交通も、同デザインの貸切バスを6月に導入した。2015年、平成27年5月1日現在では、路線バス92台、貸切バス21台、特定バス5台を保有していた。BR2017 年。 平成29年7月31日現在では、路線バス89台、内高速用8台、貸切バス26台、特定バス6台の合計121台を保有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。